を始める。よし。それでは授業を始める。はい。ゆたぼん。はい。勉強は得意な方が苦手かっていうとどっちですか？得意な方が苦手かっていうと苦手な方。お。今日はそんなね、算数が苦手なゆたぼんくんにですね、私が積分を教えたいと思います。お願いします。やる気あんのか？あるわ。はい。多分ゆたぼんがこれをできたらね、みんなめっちゃビビると思うんですよね。まあ、1問成功したら OK、うん、そうですね、まあ、1問でも成功できたらいい。1問解けんかったら一生このルームから逃れられません。てか積分っていつ使う？そう、いいことを聞いてくれた。積分いつ使うか使いません、そんなものは。使わんのかい。使いません。なんでこんな意味ないことするんやろうってなるよね、うん、でも違うんだ。学校の勉強はいろんな勉強のいっちゃん初めの部分なんですよ。別に使わへんけど、学び方を学ぶとかね。あ、難しい。むずい。で、歌本もさ、編集するときにもう本を買いました。で、そもそも日本語分からへんかったら読めへんやんか。だから例えば編集の専門用語とかも出てくるよね。でもその言葉の意味も分からへん。でも英語とかやってたら多分分かるようになるんですよ。だからね、直接役には立たへんけども勉強仕方を学ぶという意味で勉強がまたいるという。ちょっと分かってきた、うん、分からへん。分かる？なるほど。そう、人生冒険やんか。何のために冒険するの？自分がしたいなって思う。そうだね、自分がしたいなっていうのはやっぱさ、世界を知りたいなとかそういうさ、うん、やっぱ欲求があるやん。でもそれもまた勉強やんか、学びやん、うん、思わへん？思う。そう、だから人間ってもともと知的探求心っていうのを持ってる。知りたいと思う人間ね。だから人生は知的探求心やって言わなあかんね、本当は。うん、それを一緒に言おう今から。じゃあ、せーの、人生は知的探求心や、学ばなあかん。ついてこいよ。ついていく。ついてこいよ、うん、積分って何かっていうと、説明はめっちゃむずいから、ちょっともはや俺も分かってないんやけど、うん、ペットボトルのこの輪郭さえ分かれば、この中にどんだけ水が入るか分かるみたいな、そういう感じ。どう？すごくない？すごい。すごない？すごい。これがいわゆるじゃん。そう。はい、じゃあ、はい、行くぞ。お願いします。その前に今から X っていうのについて説明するんやけど、うん、まずこれが分からないと、うん、もういけへん。まあ、最初のステップ。数字って何個ある？数字は10個ある。10個やな。そう、1 2 23。でも実はこれ以外にもあるんです。え、実は A とか B とか C とか D とかあるんですよ。何それ、やばない？やばいやばい。世界広ない。事案。事案です。これね、頭の中でできません。うん、じゃあ電卓使ったらいい。そう、電卓使ったらいい。でもまずどうするかっていうと、式を立てなあかんのよね。式ね。式だから X にはいろんな文字、いろんな数字がなるって。なるし、そう、何かをメタモンみたいな。メタモン。メタモン。メタモンってわかる？何それ？メタモンってポケモンなんやけど、うん、彼にはまだ早かったようですね。はい、じゃあこれで一旦もう終わりです。じゃあ積分に入ります。積分に入りましょう。積分記号というのがまずあります。で、積分っていうのはこういう記号で、こういうなんか S の長いバージョンみたいな。うーん、あー、ちょっとね、曲がりすぎ。ワインディングロード入ってるんですね。ワインディングロード入ってる。で、積分をされたらどうなるかっていう、ね、進化なんですよ、進化。結局進化ね。 X 進化したら何になるって話じゃない？分かってない？うん、まあ分かんねんけど、進化したら何？あ、進化。そう、それは今からね、説明するわ。おじさんが、嬉しい。だって俺の脳みそがちょっと休憩した方がいいよって言ってダメでーす。まだダメでーす。じゃあお願いします。まだもうちょっと踏ん張ろうぜ。で、読み方は X の2乗って言います。 X、 これは何て読むでしょう？ X の3乗。そう、そういうこと。人生は式短式、うん、何分の1とか知ってる？何分の1みたいなやつ。第4分の1とかな。2分の1とか。あ、聞いたことある。聞いたことある、うん、ちょっと謎。謎。
謎か、分数なんていうのは簡単です。はい、で、ゆだもじゃあ問題です。問題です。じゃあこれで正解したらどうする？これ正解したらね、オッケー。まだです。まだかい。はい、じゃあこれだったらどうなりますか？インテグラル x の dx。 あ、待って待って、これも8分の 1x の何乗くらい？ x の8乗。おお、素晴らしい。よっしゃー、めでたい。決まったぜ。決まったね。でもでもこの裏にはまだ続きがあったのだ。知りたいか？知りたい。本当にそう思ってるか？知りたい。おお、今のはですね、不定積分という、簡単なやつです。犬でいうとチュワワなんですよ。チュワワね。めちゃくちゃスタンダードのチュワワじゃないな。雑種ちゃうな。定積分というのをやってもらいます。これが今回の本命です。これが最後。これが最後、最後のステップです。もう言うたらこの定積分の問題が1問でも解けたらこの動画はおしまいです。帰れます。俺はジャパンに本当に帰れます。オッケー。オッケー。オッケー。はい。何の顔やね。定積分っていうのは何かっていうと、ここに0とか1が入ります。タピオカみたいだこれ。タピオカだ。タピオカ入れてもいいです。ここにタピオカ。これ読み方はインテグラルタピオカからタピオカまでの x dx って読みます。何それ。なるほど。こんなの。そうやな。麦わらのユタボン引く麦わら帽子はユタボンやな。そういうことです。じゃあ同じものから同じもの引いたらゼロやんか、うん、じゃあ2分の1タピオカの2乗を引く2分の1タピオカの2乗はってことはなくなる。なくなるってことはそう。分かってきた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 。でも使えません。一切使えません。でも違うんだユタボン、これができたっていうことが大事なんだ、うん、多分ね。君はもっと他のあらゆることを学べるレベルに達してしまったんだ。なるほどね。これより簡単なことって世の中にいくらもあるんですよ。俺は学べるってことはやればできるってこと。そうなんだ。やればできるんですよ、誰でも。マジで、ね、素晴らしいと思わないか。あ、わお。よし、人生は資金探求。問題です。0から1の XDX。 0から1。もう俺何も言わんねえ。俺も何も言わへんから。すげえ、ユサボンが数式を書いている。このギャップを見たことがあるだろうか。天才革命家に見えてきた。この景色が見たかったんだ俺は。うんうん、1分の0。いやー、この動画長くなるよ。はい、これや。0分の1。それが君の答えか。あ、そうだ。残念でした。なんで2分の1から何も引かないってこと。0、じゃあ2分の1。そう、そのままこれが答えです。あ、はい、惜しかったね。もう一回これでいいのか。ダメです。さあこれ解いてみ。あ、もう分かっちゃった。答えは、答えは4分の3。残念。全然分かんない。いや、ゆうたぼんくん、めっちゃケアレスミスですよ。なにこれ、違う。超惜しかったよ、賞味。答えは4分の1。正解。待って、人生甘くはないのだよ。なにそれ。今、かける2ってことは、2分の1が2つありますよと。よっしゃ、もう分かってきた。2分の1の2乗っていうのは、あのね、インテグラル0から2の dx。 お、さあ早いよ。お、いいよ。全然あかん。おもう一回教えて。もう一回諦めぞお前。問題です。てるん、インテグラル0から3。落ち着け、まず落ち着け。黒板をな、綺麗に
ちゃんと綺麗に書いてみる、綺麗にマウスサディスティック。はい、はい、答えは3。残念。はい、やり直し。はい、人生は知的探求心や。はい、これです。問題全然わからん。どうそれ。わからん、わからん言うんじゃねえよ。やってみなきゃわかんねえんだよ。人生はちょっと待って。はい、おい、おい、これだ。何それ。ちげえよ。なんでよ。よし、これで決めてな、マジで。はい、丁寧にやること丁寧に。君はいつもそのなんか係数みたいなのこの2のところでつまずくでしょ。正解はこれだ。え、なに、なに、正解なに。10。うん。どうしてそこでやめるんだ、そこで。あ、あ、はい、もうラスト、もうラスト来たいよ。絶対もうこれで決めて、これでマジで決めて。だから簡単な問題って言ってよ。これ簡単や、さっきからさっきやったし、なんなら一個一個集中して。3の3乗をちゃんとかけ直して、かけるの状態に。3を15。あ、違うわ。3が6。3が6。3を増えちゃう。27、それでいいのか。それでいいんじゃない。そんな自信がなくていいのか。それでいいのだ。答えは27か30。おい、一つでしょ、俺。27。これでいいのか。いいのだ。大当たり。いやー、ヒヤヒヤした。ありがとうございました。お疲れ。お疲れ。いや、終わった。どうだった、どうでしたか。全然わからんかった。でも解けたよ、最後。うん、最後は解けた。ってことで、人生は、人生は、え、ちょっと待って、人生は、知的、